だね。嬉しい。私にぴったりだもの。さっさとお祭りの準備を終わらせて、ナイトメアムーンのことをもっと調べなきゃ。友達はどうするの？プリンセスに言われたろ。お祭りの準備が先よ。言いつけは守りたいけれど、今は友達を作っている暇なんてないの。みんなの声が聞こえた時、姿が見えた時、みんなが大事だと気づいた時分かったの。これが友達というものだって。そしたら私の中で光が生まれた。アップルジャック、あなたが意地を張るからあなただけじゃなくみんながひどい目に遭ってる。お腹を壊したり、赤ちゃんウサギが暴走したり、あなたが何て言おうと助けが必要。よし、こうしよう。レインボーダッシュ、虫を集めて。じゃあ他のみんな、向こうにもう一つボニービルを作るのよ。1分でね。リンゴがなるなんて初めてだよ。大丈夫、兄ちゃんはゆっくり怪我治してよ。私に任せとけば大丈夫だって。おっと、ごめん。日が暮れるまでに片付けておくよ。じゃあ兄ちゃんは私が約束を守れないっていうの？まあな。ひどいな。私はアップルジャックだよ。一番友達思いで頼りになるポニーなんだ。やる気になってんのにケチつけないでよ。できるってば、できるとこ見せてあげる。こうなったら最後まで一つ残らずリンゴを収穫してみせる。私だけの力で。あー、大丈夫。待ってて。やば、やりすぎちゃった。あー、じゃあこれは僕がめっちゃ得意なレインボードライ。いいって、お礼なんて大したことないよ。そうだよ、その通り。噂で聞いたとか、空の掃除なんてちょろいよ。あっという間だし、練習の後でやってあげる。練習って何？ワンダーボルトに入るための。明日のお祭りでショーがあるから、その時入団テスト受けるんだ。言っとくけど、10秒ぴったりで青空にできるよ。言ったっしょ？ぴったり10秒。どうよ、あっという間に綺麗になった。その顔鏡で見てみなよ。あんたっておかしい。また遊ぼうね。みんなでパーティーしようと思ってびっくりした。どう？びっくり。図書館では静かにしてよね。おかしい、パーティーが静かでどうすんの。ダメダメ、ありえない。街に来た時あったよね、こんにちはって言われて。覚えてる？私が知らない子は新しい子って決まってる。私ポニービルにいるポニーはみんな知り合いだもん。新しい子ならまだ誰にも会ってないんだから友達もいないはずでしょ。だったらとっても寂しいじゃない。それって悲しくてたまんないし。そんでもって考えてたら、めっちゃ賑やかなパーティーを開いて街中のポニーを呼ぼうってひらめいちゃったわけ。おかげでこんなにたくさん友達ができたでしょ。ちょっと待って、今とても大事なところなの。あ、これだわ。キラキラ玉ぴったり。ナリティってばほんと天才。それでご用は何？ああ、なんて素晴らしいんでしょ。その部屋どうやったの？帰ってしまうの？素敵な部屋なのに。ダメダメ。ああ、緑虫マッキッキフリフリ地味ね、ゴテゴテ、なんかつまんない。話の続きだけど、
あなたどこから来たって言っていたかしら。キャタラット、まあ羨ましい。あのおしゃれな街、あそこに住むのが私の夢だったの。キャンタロットの話をぜひぜひ聞かせてくれないね。え、私たち親友になれないかしら。エメラルド、私としたことがルビーと取り替えましょう。見て、ビラミナ。あなたを元気づけてくれるお友達よ。この子も病気だったけど、私の看病ですぐに良くなったの。そうよね。さあ、フィラミナにご挨拶しておいで。ヘミングウェイはフィラミナが好きなのね。フィラミナの番よ。歌って、あなたにもできるわ。おお、でもいいのかな。プリンセス・セレスティアは夏至のお祭りの準備中だよ。確かお祭りはあさってだ。オッケー、わかったよ。ほーら、行ってこい。でも返事来るのかな。お昼食べてかないの？うふん！リンゴ売ったらマークが出てきたんだよね。ねえ、私のはどんなマーク？カゴいっぱいのリンゴ？リンゴ嬉しそうに食べてるお客さん？もっとリンゴ売らなきゃダメなのかな。触ったら買ってよね。現金、カード？午後にパーティーがあってクラス中の子が行くんだけど、みんなキューティーマークを持ってるの。でも私はリンゴ売るの下手だからまだマークがないの。マークがないからパーティーには行けないの。うちのお姉ちゃんはマークなんていつか出てくるよって言ってるけど、私は今欲しいの。あー、キューティーマーククルセイダーズのテーマソングを作ってたの。すごい。教えて。無理、大勢の前で歌うなんて。トワイライトは好きなことやれって言ってたし、私お姉ちゃんみたいになりたいの。デザイナーにね。戻ってきてー、意地悪なの。あら、歌はできたの？とっても困ってるのね。そうなの？ちょっと見せて。キューティーマークがあればエクエストリアは大ビビリ、お腹がビビるとすぐ腹ペコになる？あーん、そうね。これはまあそのいいけど、だから戦うんだな。たこうしたら恐れるものなんかない。お尻に現れるその日までキューティーマークが。ポニービルの住人たちよ、わざわざこのちっぽけな町に来てやったのだ。よく見るがいい、本当の夜のプリンセスの姿を。恐ろしいナイトメアムーンはもういない。今のわらわはお前たちに愛されて尊敬されたいだけなのだ。恐怖の夜を愉快でごちそうがいっぱいのお祭りに変えてやろうではないか。なんで？待って、みんな違う。もうわらわを怖がる必要はないのだ。わらわが聞きたいのは喜びの声なのだ。恐怖の悲鳴ではないぞ。おい蝶々、夜のプリンセスが来て嬉しくはないのか。どうしたと
というのだ。そうか、もうよい。勝手にしろ。わらわに構ってくれるな。見送りなどいらぬわ。おお、愛しき者たちよ。久しぶりだな。太陽が拝みたくてたまらぬと見える。私が女王では嫌なのか？では私は誰だ？千年もの間封じ込められていた私には女王の資格がないとでも？伝説を知っているか？予兆を見たのか？これはこれは。よく私を知っていたな。では私の目的はどうだ？今日でおしまいだよ。覚えておくがいい。この瞬間から夜が永遠に続くのだ。お花のマークは教師になりたかった私にとって夢のシンボルです。私が教え子たちの才能を花開かせるという意味。お花が笑っているのは勉強している時のみんなの笑顔なんです。ではどうすればマークが現れるのか知っている人。はいはいはい。自分にとって特別なものを見つけた時現れます。そうね、ツイスト。みんなが他のポニーとは違う自分だけの特別な何かを見つけたとき、初めてマークはお尻に現れます。でもその何かはいつわかるのでしょう。それは誰にもわかりません。そして何かを見つけるまでは決してマークは現れないのです。何かパターンがあるはずよ。この絵に共通することってなんだろう。ああ、これ肉食の動物ばかり。でも違うのはネズミ。サファイアは渡さないわ、アビサダル。ああ、またこれか。リュウサだわ。もがけばもがくほどロープがきつくなる。また今日も迷宮を征服した。いただいてくよ。せいぜいまた頑張んな、アビソトル。フォトフィニッシュ。この店でファッションスターの卵を見つけました。本当に？マジで。だからフォトフィニッシュ、彼女をエクエストリアで一番のスターにしてみせましょう。じゃ、明日公園で撮影ね。スロイフラッタシャイ。さあ、奇跡を起こすです。萌えですね。くしゃみでさエレガントです。行って。どんな気分？ワクワク？感激？夢が叶ってゾクゾク？ビク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 。しっかりするですね。ギャラリーが文句垂れてもステージで誰も助けてくれないです。出番です。ゴー。